はい、あ、焦点あった。大丈夫、オッケー。お名前は岩井博道です。お、今井じゃないっす、岩井です。よく間違えられる。よく間違われます。日本の方に。あ、日本の方に。そっか、どこ出身ですか。福井県です。福井県、福井県と言ったら、福井県と言ったら、いや僕の近くやったら東尋坊ですね。東尋坊って何。東尋坊って、ちょっと海岸線のあのやつで、崖みたいになって。あ、ボディーガードのことじゃないね。ボディーガード、ボディー、どういうことですか。あ、それ用尋坊か。それ用尋坊です。しょうもない。しょうもない。そうかそうか。あとは永平寺ですね。あ、じゃあおすすめと言ったら、おすすめと言ったら飯食いに来てください。冬飯、カニとか海鮮もあるし。美味しそう。米美味しそうだね。米もそうですね。あ、これ絶対言わないといけないですけど、新潟の人には悪いですけど、いや全然悪くないけど、あのコシヒカリってもともと福井県原産ですから、あの魚沼さんじゃないですから。あ、そうだったの。そうです。うわー、いろんな人多分誤解してるよ。あの、そうですね、まあ、新潟が美味しいかもしれないですけど、なんか福井としては福井が作ったっていうこと結構あの誇ってるので、ちょっと言っとこうかなと。お、素晴らしいね、はい、そっか。じゃあ日本文化についてなんか語るところがあれば。アメリカと比べてですか。でもいいし、まあそのまあ、アニメとかアニメについてでもいいし、何でもいいし、うん、実際こっち来て、あの自分がアニメーション好きだっていうことは結構あの初対面のアメリカ人とかにも言うんですけど、特にシアトルエリアなんかはみんな知ってるのかなと思います。あと今今日4月14日でしたっけ、うん、今週金曜日から土曜日日曜日にかけてサクラコンっていうやつをシアトルのコンベンションセンターで、はいはい、まあそこに、そこの彼と一緒にいるんですけど、ショーン、おー、ショーンね、うん、と一緒に行くんですけど、うん、彼曰くもう道中もコスプレ、うん、まあ、レイヤーさんいっぱいおってみたいな。レイヤーさんってあのコスチュームプレイしてるんですけど、レイヤーさんいっぱいおったりとか、そういうのやってて、結構日本のアニメーション文化とライトノベルのことビジュアルノベルって言ったりするんですけど、そういうのも結構浸透してますし。詳しいね。いや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 、でもあの本当にあの日本語で、あの日本のアニメーションとか知ってる人は、あのビジュアルノベルって僕が言うと、あ、ライトノベルのことねって返してくれる人もいるんで、結構面白いかなみたいな。だから同じアニメーションとか、まあ、例えば同じイラストレーターとかでも結構あのがっつり深い人とは話が結構楽しいですね。へえ、すごいね。面白いです。なるほど、ありがとうね。そうですね。あ、だからそう、ごめんなさい。なんで話し続けるの。あ、まあ、あの結構一個二個自分が深く掘ってるものがあると、あのアメリカに来ても誰か一緒な友達ができやすいと思いますし、まあ、日本でも一緒かなと思います。なんかダンスが好きなら好きで、アニメが好きなら好きで、好きなものを共有できたらすぐ友達できるんちゃうかなと思います。まあ、熱いね。まとめ、まとめたね。うまくまとまった。うまくまとまりました。ありがとう。はい。